まあ、吉川はずっと言っていたのが、まあ、真ん中でもいいからあのストレートでファウルで打たせてカウントが取れる、そういうピッチングをしたいと言ってました。三遊間、金子、お金子らしい守備だ。簡単にアウトにしました。まあまあ、でもそれは金子選手だったらアウトになるんでしょうけど、決してそんなイージーではないですね。いやいや、難しいプレーですよ、いっぱいですよ。ただ、はい、この肩の強さですよね。ですよね、肩の強さと、ナイスプレーですよね。ですよね。やっぱり、はい、そこでやっぱりレギュラーになってね、取り切ってしまう選手も中にはいるわけですよ。いますもんね。はい、あのジャイアンツ時代にね、はい、新岡選手が怪我で出れない中で、はい、坂本選手がポッと出て、そのままもうレギュラー取ってしまったっていうね。はい、だから力ある選手ってそういうちょっとしたチャンスを本当ものにしちゃうんですよね。はい、そうですよね。はい、まあ、かつての加計選手なんかもそうだったんですかね。さあ、金子誠、今日の第1打席です。いつもの穏やかな表情で返してくれたのと同時にですね、はい、今日はフル出場と。おー、センター前にヒットを放ちました金子、第1打席です。あ、大歓声が起こる札幌ドームです。あ、宮原さんどうぞ。さすが、ナイスヒットですね。はい、で、まあ、フル出場ということを受けまして、まあ、しんどい1日が始まるなと金子選手らしい表現で言ってたんですけれども、はい、さすがですね。そうですね。まあ、でも正直言ってこれ投げる方の、まあ、則本も投げにくいといえばある意味投げにくい部分はありますかね。いや、投げにくいですよそれは。けど投げにくい、まああんまりね本当にそれこそ、まあ、はい、多分厳しいと思います。さあ、金子がバッターボックスに入ります。ゆうきさん、はい、金子選手3打席目の結果に対しては、まあ、残留に終わりましたけれども、はい、ルイに残っちゃったねと笑っていまして、はい、で次がもしかしたら現役最終打席になるかもしれないということに関しては、はい、特にないよとでももう一本打ちたいなと。あ、そうですか。でそれよりも最近フルに出ていないので、うん、未知の8回9回をとにかく全力で最後まで頑張りますと、はい、ということでした。今日はよく働いています金子誠。打った、高く上がったレフトフのフライが、これは犠牲フライになるかどうか。スタートを起こします。金子の犠牲フライ、いやー、最終打席になるかもしれないところで打点をマーク。いやー、見事な働きですね今日ね。そうですね、あり激走あり、しかも犠牲フライで打点付き。インコースストライク、見逃し三振、試合終了。金子誠選手の引退メモリアルゲーム、見事な勝利、終盤これで5連勝。今日大活躍の金子誠、先発ショートで1試合全うしました。見事に自らの引退試合を勝利で飾りました金子誠です。